はい、不死身の竜人ワンボックス開封していきましょう。はい、と思います。じゃあ1パック目、雑談っていうかバディファイトに関しての話なんですが、今コロコロコミックを読んで京也の話が載ってました。で、なんと京也はですね、この不死身の竜人のドラゴンとかドラゴン系は全部使えるらしい。なんとフラッグがドラゴンアインというね、新ワールド。まあ、全部で今9種なんですが、なんと、京也は全てのワールドが使えますということでね。はい、それだけでした。アイアンチェインですね。意外と不死身もいいカード多いです。まあ、不死身の竜人はね、基本的に、エンシェントワールドが基本なので、ドラゴンバルクストームクラッシュ。はい、3パック目。おお、ゲットトレジャー1ポイント当たり。すげえ。今日は運がいいですね、結構。アイアンチェーンいいですね。あれ、さっきと同じシステミックだが。システミックだが需要はあるにはあるけど、最近使ってないですね。サイズ1の方が使えますね、こいつなら。てか全体的にシステミックだがサイズ1のやつ使い勝手いいから。レイピアの方が一番いいけど。こいつはもう何枚も持ってる。まあ、ゲットトレジャー出たんで、もう言うことなしですね、この不死身のボックス。買っといてよかったでしょ。もうエンシェントワードで欲しいカードはないです。ちなみに。あ、これはホーボルカ。はい、来ました。ガチレアホーボルカくん。くんつうか、メスですかね、こいつ。はい。ちなみにさっきサンダートルネード出てましたが、サンダートルネードはなかなか不死身で出ませんね。はい、ダージドリル。懐かしいな、おい。あれ、サンダートルネード出ないって言った瞬間出ましたね、2枚目が。まあ、サンダートルネード強いと思いますね、正直に話。さて、今これが何パック目か、もう俺もわからない。結構早いペースで開封させていただいております。もう別にこのボックス開封、もう何度も開封してるんでね。お、ウラゴスいいですね。こいつはですね、手札1枚、あれ違う、サイズ3のモンスターがいるなら手札をカード捨てていい。捨てたらライフプラス2っていう、ライフ回復。もうね、エンシェントのスパルタントとか出ても、全然もう、ね、もう持ってるんでね。別にどうでもいいっていう。まあ、来るならバディレアとかの方がいいっすかね。お、忍法半殺しじゃん。ドラゴニックダッシュはこの段で手に入るんですね。お、天竜海脈ですね。こいつは何気に使えるカードです。まあ、一応手札増やせるんでね。エンシェントワールド結構手札消費激しいんで、意外とね。まあ一応天竜海脈は4積みが基本ですね。エンシェントワールド今安く作れるけど弱くなってるんで、今作る人はちょっとあんまりやんない方がいいですね。つうか、エンシェントワールド作るんだったらダークネスドラゴンワールド作った方がいい。はい。残り5パックぐらいかな。やっぱボックス開封は楽しいですよ。必ずワンボックス4枚出てくるんで、レアが。ガリアゾンドか。ガリアゾンドは何枚も持ってるしね。いらないっすね、ガリアは。はい、ドラゴスピード。あー、ラディス・ザ・タイラント。ガチレア。天竜海脈とセットですか。もうラディスのデッキとか作ったらもうアホですよ、弱すぎて。はい。もうだったらね、このね、最低でもこの、玄魔のデッキ作った方がいい。てかもう、エクストラブースター1ってことはもう、相当昔だから。意外と古いんですね、この段。もう、ついこの間のように。おいね、マグマノバ出ました。ついこの間のように感じますよ、俺が開封してたの。もう今この段でもエクストラっつったらもう F2 にでしょっていうね、大決闘でしょっていう声が聞こえそうだ。
ドラゴニックダッシュ、チラハドリ。お、いいですね、リュウコ。これ1枚しか出ないですね。お、リュウオーデン来ました。これがないと、エンシェントワールドは話になりません。まあ、話にならないっつうか、まあ、今時エンシェントワールド自体話にならないんですけどね。まあ、でも、その中でもリュウオーデンも、リュウオーデンないと多分無理だと思う。なんか、究極レアっぽい。おお、で、三振インパクト究極じゃなかった。超勝ちでした、ただの。あー、もうこれ何枚もあるんですよ。はい、まあもう懐かしいですね。正直振り返られますね、今年1年間。こいつ何枚出たことか。まだラスト1パック残ってますけど、もうレアが4枚で尽くしてしまいました。本来なら動画回してなければ、このパック取っといて売るんですけど。はい、まあもう正直動画回しちゃってるとそんなことできないんでね、これは。ありえない向き方しました。すんませんね。タラワール。お、いいね、これ。これないと話にならないです。エンシェントワールドは。ああ。まあ、これは入れても入れなくても大丈夫です。まあ、ってことでね。もうそもそもこれ自体ダークネスドラゴンワールドでそんなに意味がないんで。はい。防御いくら低くても貫通されちゃうんでね。貫通じゃなくて、直接先鋭でやられるんで。超勝ちがサンシャインインパクトでしたね。まあ、久しぶりに出たからよしとしよう。ラディスと天竜カイベクは微妙でした。ただ、ホーボルクがまた出てくれました。新品で。これは嬉しい。そして何よりゲットトレジャーが当たったことが今回の当たりですかね。まあ、ノーマルカード大量にね、ありますけど、まあ、とりあえず今出した通りです。うん。まあ、特に紹介はしませんが、まあ、ウラゴスとサンダートルネードとか、まあ、いろいろ集めなきゃいけないカードが、エンシェントワールドたくさん入ってるので、これをボックス買いして、たくさんボックス買いしてね、皆さんも、まあ、作ってみたらどうでしょうか、エンシェントワールド。今時代遅れですが。まあ、サンシャインインパクトとかも、これ強いですから、攻撃力連携すれば無限なんで。うん。まあ、俺はもう、これは、うん、使わないと思うけど、まあ、時代的にね、もう正直対策、いや、てかこれを使うんだったらぶっちゃけ、うん。ドラゴナックルと、あと普通に神代騎士の方がいいです。作るんだったら。はい。ということでした。ご視聴ありがとうございました。